女性の雑誌を見せるということで、40年前は500人で寝てやすかったんですが、今は特殊レッドがいろいろありますけれども、富士山駅の皆さんがまず一台で来て担いでくれてます。さあ、これも鳥居を進みます。運行を始めます。しばらくは勝利の通算に頂きますので、ご近所の皆様ありがとうございます。さあ、お見せしたよ。さあ、最後です。3つ目は、山々が行こう。